こんにちは、ナミドリ三昧です。2019年1月27日日曜日10時の仙台新港の波情報をお知らせいたします。今日の波サイズ胸から肩ぐらい、天気は晴れていますが少し雲が多めです。それですね、今日は、久々のサイズアップで、人数100名以上仙台全域で入ってますね。あと蒲生方面なんですけど、今日は星を回りで、満潮が7時30分、プラスの1メートル17、干潮が13時53分、プラスの47となっています。それでですね、太陽まで発生した低気圧が あのバックスウェルがね、入ってきて、質なんですが、暑くてなかなか割れないバイクバンパーで、あまり当てていませんね。で今カメラ振ってきますけど、正面やっぱなかなか割れないんですよね。割れなくて、割れるとワイドで捕まってしまう波がほとんどっていう感じなんで遊べていないんですが、まあ後でもう一回映しますが、根っこの方とかねたまに入ってるんですけど、根っこもなかなか割れなくて、ちょっと早い波がね、多そうですね。それでですね、今民会館の照明映してるんですが、あまりいい波が入ってないんでね、逆に人がばらけていて、人数の割にはねそんな混雑っていうか感じではないんですが、15分ぐらい前からこう海見てたんですが乗れてないんですよね、全然。だからそうですね、風北西風もちょっと強めなんで、風に煽られて余計ね、暑い波テイクオフできない感じです。で今日ね、ずいぶん民会館から右手の方、蒲生干潟のね前、結構いい波が割れてるんですが、実際入るとすごい速そうな波ですね。見た目には良さそうに見えんですけど、実際はちょっとテイクオフするのも難しそうな波です。今日ね北西風が強くてカメラ押さえてないと三脚ごとね飛ばされそうな風になってます。ちょっと逆でね、ちょっと取りづらいですね。あと花北川のね格好の方もちょっと引っ張っちゃうんでね、ですけど行けたと思います。
ちょっと光っちゃってね、ガンの方もうまく取れません。すいません、元戻しますね。取れてないかもしれないですけど、ここが右階段の右手ですね。この辺だと光らないんでちょっと取れるんで、うわ、それでも光りますね。天気が良くなってきて、サーファーたくさん入ってるんですけどね、いい波ほとんどないですね。カメラ振ります。根っこの方ね、ちょっと映したいと思います。たまに根っこ入ってきてますね。多分ですね、明日北東のうねり、もう少し大きくなって、根っこ明日の午前中とかね、いいんじゃないかなと予想されます。明日になってみないと分かんないんですけど、まあ、その天気図今日見せたらね、すいませんね。チェース、出会いばっかりで全然良くないね。
今日ダンパーだね、ワイドダンパーだね。そろそろ時間になります。え、今日はですね、30分ほど通しで通ったんですが、乗れてる写真はなかなか撮れませんでした。根っこでずいぶん粘ったんですが、乗れる波ね、ほとんど入ってきませんね。暑くなってしまってテイクオフできない、そんな波ですね。どうも、時間になりました。本日もご視聴ありがとうございました。